骨の落ち見部屋へようこそ。明けましておめでとうございます。ということでね、新年第1弾なんですけれども、はい、開封ということでね、こちらをご紹介したいと思います。はい、じゃん。呪術廻戦名言ポスター。はい、こちらですね、結構出て時間が経ってる商品なんですけれども、なんでね、今更になってこれをね、紹介しようかと思うと思うんですが、なんとね、また地元のセブンイレブン、半額だったんですよ。はい。220円がね、110円になってたんで、思わず買っちゃいました。はい。でもこれよくよく見たらね、ジャンボカードダスだったんですね。っていうことは、自販機で売られてたやつを、店舗販売型っていうんですかね。うん、こういう袋に入れて販売するっていう方式のやつなんでしょうね、これね、多分。っていうことは、多分ジャンボカード出すは200円だったと思うんですよ。で、これは220円。まあ、このパッケージ代ですよね。はい。うん。まあ、なので、まあ、200円が110円。まあまあまあ、いや、でも安いよね、半額だからね。はい。で、こちら全16種なんですけれども、ワンセット、約 A5 サイズメタリックポスター1枚入りということでね、まあ、多分このサイズなんでしょうね。はい。はい、ここに書いてありますね。縦が 145.5mm で、横が 209mm。21センチと 14.5 センチと、はい、アニメのね、呪術廻戦の名言がメタリックに輝くミニポスターにっていうことなんで、はい、で16種なんですけれども、これどんだけ残ってたかっていうことですよね、半額になって。はいはい、決めてありました。はい、これね、何枚あるかって言ったら16枚あるんですよ。っていうことは、なんだろう、これコンプできんのかな、うん、なんかバラバラで置いてあったんで、わからないんですけど、ボックスから開けたやつなのか。うん、なので、まあ16枚あったから、うん、もしかしたらと思って、もう16枚買っちゃったんですけれども、まあ、ダブる可能性もあるんでね、ちょっとそれをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい。はい。では、早速1枚目いきます。せーの。千巻、はい、甘やかすだけが優しさかね。うん、あ、すっげえメタリック、すっげえキラキラしてる。うん、7番。裏はもうあれですね、ほんとアルミって感じの金色。はい、あ、こういう感じなんですね。では2枚目いきます。せーの。あ、釘先ですね。釘先のバラ、数霊地方ともなり、うん、必殺技のシーンのやつですね。あ、こういうのもあるんですね。06、あ、6番目ですね。はい、まあでもかっこいいですね。はい、では3枚目いきます。せーの。お疲れ様さ。来た、工場先生来ましたね。無料空所。おお、いいね。11番、無料空所来ましたね。いい、これはいい。はい、では4枚目いきます。せーの。あ、7人来ましたね。そういう小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。うん、
でもナナミンの名台詞っつったら労働はクソということですよね。労働はクソということです。そうなの？あれがいいんだけどな。あんのかな？ないか。12番。もういいね。では5枚目いきます。せーの。あ、伏黒。伏黒来ましたね。俺は不平等に人を助ける。ジャンプのね、キャラクターの人気投票、あれ見たんですけれども、自分ね、五条先生が圧倒的に1位だと思ったんですけど、伏黒は1位だったんですよね。まあ、意外って言ったらもうあれなんですけれども、伏黒推しの人には申し訳ないんですけれども、なんか五条先生がなんかね、やたらよく耳にするんでね、五条先生が絶対1位だろうなと思ってたんですけれど、結構な大差で伏黒だったんですよね。で、2位に五条先生で、サインが虎取りと。はい。いや、伏黒、そんなあれだ。はい。6枚目いきます。せーの。俺、パンダ。人間の言葉わからない。パンダ来ましたね。はい。09。パンダ。これが名言なんですかね。はい。はい。では7枚目。せーの。お、イタドリ。かっこいいね、このイタドリ。何百回でも何千回でもぐちゃぐちゃになるまでたどり潰す。決定権。02番。いいね。イラストっていうか、このシーンがいいね。はい。8枚目。せーの。大丈夫。僕最強だから。来ましたね。もうまさに五条先生っつったらこのセリフだよね。うん、いや、これはいい。これで、これが10番。はい。これで五条先生揃ったかな？はい。では9枚目。せーの。ああ。ナナミンだけど、ああ、労働はクソじゃないな。残念ですが、ここからは時間外労働です。ああ、こっちの方か。13番。ああ、労働はクソじゃないな。まあでも、これもいいですけれどね。はい。ナナミンらしい。はい。続いて10枚目。せーの。オーケーと、特級呪物。獄門鏡を使う。はい。ゲトをすぐる。11枚目。せーの。おー、真人。狡猾に行こう。呪いらしく、人間らしく。はい。こちらが15番。はい。真人。12枚目。せーの。おー、少な。両面少な。武をわきまえろ、知れ者が。少な。いいね。16番。ラストナンバーね。いいね。はい。13枚目。せーの。ああ、伏黒。俺は正義の味方と書いてヒーロー。じゃない。呪術師なんだ。うん、このなんかちょっとした笑顔がいいですね。うん、これは上司受けしますわ。はい。
こちらは4番ですね、はい、04伏黒、はい、14枚目、せーの、青釘崎、私が私であるためだもの、はい、こちらが05番、はい、15枚目、せーの、お、犬巻トゲ、動くな、まあ名言2名言は出せないよね喋ったらあかんからね。でもこのいいね、このアニメのワンシーンいいね、かっこいい。08犬巻、はい、これでラストなんですけれども、まあお気づきの方もいるでしょう、これ多分コンプできるやつですね出来レースのやつですよ。やっちまった、動画的にめっちゃおもろくない回になったな、今年一発目が出来レースだわ。これ多分イタドリですよね、うん、この生き様で後悔はしたくない、これまだ出てないんでこれですいやーこれはちょっと出来レースだったな、ちょっぱながら。でも一応ね、わからない、はい、見てみましょう、ラスト、せーのですよね、はい、01番ですね、はい、生き様で後悔はしたくない、うん、これは名言ですよね、いただき、はい、ということでね、今回は名言ポスターなるもの、はい、こちら私知らなかったんで、まあ思わずねあるだけ買ったんですけれども、まさかね、普通に1枚も買われてなかったっていうことなんですかねワンボックス16枚入りなのか、これはボックスが何枚入りなのか分かりませんけれども、まあ、多分ボックスから出したんだろうな、それで1枚も売れなかったんだろうね、だから半額にしたんでしょういやー、なんだろうな、地元のセブンイレブンは本当いいところですはい、ということでね、まあ今年最初の一発目から開封動画で始まりました、はい、今後もね、まあどんどん開封商品紹介していきたいと思います。ですのでね、ご視聴の皆さん、今年1年もどうぞよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。